K-1 グランプリ96。緊張の色を隠せないアンディ。だが練習量では誰にも負けていない。過去の忌まわしい記憶を切って捨てるように気合をかけ、アンディはリングへと向かった。緊張しますね、うん、そうですか、ガチガチになってますね、この辺はちょっと心配ですね、心配ですね、こういう時のアンディっていうのはかかと落としを狙いました、こういう時のアンディっていうのは結果出せないんですよ ね、 そうですね、 K-1 グランプリっていう特別な思いが勝ってないですから、すごいですね、開幕戦2回もね、負けてますから、はい、プレッシャーすごいね、そしてこれあまりどうでしょうね、長期戦になった左ダイヤモンド、課題である1回戦突破を果たし、アンディは殻を破った。2回戦は身長2メートルを超える巨漢を相手に冷静な試合運びだ。準決勝の相手は過去一度敗れているミスターパーフェクトことアーネスト・ホースト。互いに意地と意地とがぶつかり合う K-1 史上に残る名勝負となった。3ラウンド、そして延長ラウンドでも決着がつかず、再延長へ。アンディ・フグ復活の裏にはウィークポイントの克服があった。陰で支える人たちの力で弱点を克服したアンディはついに決勝の舞台へ。キングオブキングス決する時ついに行きたい。ただいまより K-1 グランプリ96決勝戦を行います。赤コーナーよりマイク・ベルナルド選手の入場です。2度にわたって KO 負けという最大の屈辱を味合わされたマイク・ベルナルドが決勝で待っていた。だがこの敵を倒せば念願のグランプリ王者となれる。鉄人アンディ・フグ、勝負を司る神は彼に過酷な試練を与え続ける。だがアンディは去年までのアンディではなかった。自信と風格を身につけて最高の舞台に登る。アンディの目は澄み渡り
過去の苦い記憶は映っていない。心を無にし、空手スピリットでこの戦いに集中するのみ。さあ、今ファイナルマッチの開始ゴングが鳴りました。さあ、まず谷川さん、気になるのはですね、お互いのダウンですね。そうですね、アンディ・フグはとにかくエキストララウンド2つやってますから。さっき休憩の時控室見に行ってきたんですけど、もうぐったりしてですね、全身氷で冷やされてですね。そうでしたね。でアンディちょっと頑張ってって言ったらちょっとニコッとしてましたけども、石井さん、一つ言えばアンディ・フグにとっては K-1 というリングのね、一つの壁だったような気がするんですが。そうですね、なんかやっと K-1 の呪いから外れたっていう感じですね。生き生きしてますね、今日のアンディは。1回戦の呪縛をね、ただ解き放たれて一気に頂点までやってきました。これは聞いてないよというベルナルドの表情ですね。ああいう時は大体選手というのは聞いてるって話も聞きますよね。一度戦っているだけに、二度戦っているだけにお互いのこの手の内というのはおそらく聞いてますよ。ローキックのストレート、ローキック来てますよ。アンディ・フグは今まであまりこのローキック、非常にいいローキック持ってるのにあまり使ってなかったですよね。聞いた、古傷を治したその足で放った入魂のローキックがベルナルドの足を砕いた。K-1 グランプリに参戦して3年目、アンディは空手家として初めて世界の格闘家の頂点に立った。鉄人の必死の努力が花開いた。This was my dream and I believe my dream come true and that's why I do. After I don't think I can do, but after I go in my restroom and everybody support me, the team, my trainer, everybody say come on Andy, come on. After that I believe I can do. But after the fight I was tired andI want rest, and after I must believe, I come back and I must think in my mental, and after that I can't believe. Now I'm training more hard, and I think also I come, my technique much, I come more and more better, and now for everybody it's a challenge, and that's normal, and this is the life.